J リーグ、J リーグカップ2004年の J リーグカップ2004年の J リーグカップは3月27日に開幕11月3日に国立霞が丘競技場陸上競技場で決勝戦が行われた優勝は FC 東京山崎ナビスコを冠無スポンサーとして J リーグ山崎ナビスコカップとして開催された2004年の J リーグカップのレギュレーションは 以下の通りである。グループリーグは3月27日、4月29日、5月29日、6月5日、7月17日、24日に行われた。グループリーグの結果は以下の通りである。決勝トーナメントは準々決勝が9月4日に、準決勝が10月11日、13日に、決勝戦は11月3日に行われた。延長戦は V ゴール方式。 FC 東京 V ガンバ大阪東京ベルディ 1969V 清水エスパルス名古屋グランパス 8V 鹿島アントラーズ浦和レッツ V 横浜 F マリノス FC 東京 V 東京ベルディ1969名古屋グランパス 8V 浦和レッツ3年連続で決勝進出を果たした前回王者の浦和と初のタイトル獲得を狙う FC 東京が対戦した この年も大勢の浦和サポーターがチケットを求めに走った結果、決勝戦のチケットは3年連続で即日完売した。試合は前半29分に FC 東京の CB ジャーンが浦和 FW エメルソンを倒して退場となり、FC 東京にとっては早々に1人少なくなるという苦しい展開となったが、浦和の構成を延長を含む120分間。 耐え抜き PK 戦に持ち込んだ。PK 戦では日本代表 GK 土井大一が後セーブを見せ FC 東京が初優勝を果たす。J2 からスタートしたクラブがタイトルを獲得したのは FC 東京が初めてであった。FC 東京ブユーラワレッズ本来であれば2002年度の天皇杯で優勝した京都パープルサンガが ACL 出場となるべきだったが、 京都が当時属していた J2 リーグの日程の過密などを理由に出場辞退し、岩田が大体参加した。この年は、AFC チャンピオンズリーグ2004に2003年、J1 年間総合優勝の横浜 FM と、同2位のジュビロ岩田が出場しているが、2003年の自称とは異なり、予選免除とはしなかった。ありがとうございます。